はい、こんにちは、116ウィンズです。トレードデッドラインの話を今日はしようかと思っていましたが、もうそれどころじゃない、マリナーズですよ。今日から西地区首位アストロスとの3連戦、トレードデッドライン前最後の3連戦を戦うマリナーズ。前のシリーズワイルドカード2枠目のアセチックス相手に4連戦3勝して、アセチックスとのゲーム差を一気に 1.5 まで縮めて、ここでさらにアストロズも叩くようだったら、いよいよトレードデッドラインでマリナーズが本格的に買い手に回ってもおかしくない大事なシリーズですが、初回いきなり6失点して、で追加点も奪われ4回の時点で 7-0 と完敗ムード。相手の先発も新人王候補のルイス・ガルシアで1巡目完璧に封じられましたんで、まあアストロズの壁はまだまだ高いよななんて思っていました。3連戦さすがに全敗は痛すぎるので、どこかで1つ勝てれば OK という低い希望を持って試合を追っていたらですよ、なんとマリナーズ最大7点差をじわじわ追い上げて、最後は8回裏ディラン・ムーアの満塁ホームランで逆転し、そのまま勝ってしまうという信じられない逆転劇を起こしました。今季のマリナーズはご存知の通りなかなか貧打のチームですから、さすがに7点差、しかも首位アストロズを相手では厳しいと思ってこんな諦め気味のツイートをしてしまいましたが、マリナーズは諦めていなかったですね。ここのところこのマリナーズというチームはどんな試合でもどうにか勝つ方法を見つけてきて、今日の試合で貯金も9となったわけですが、いや本当にすごい。チームのムードもとても良さそうなのが試合見ていても伝わってきますし、現地のファンの雰囲気もまた良く、今のマリナーズには本当に勢いを感じます。そんな試合の余韻に浸りながら試合を振り返っていきますが、まずは初回ですね。今日の先発は MLB 初先発のダレン・マカッカン。前回ロッキーズ相手にリリーフで5回1失点と好投しまして、今日の先発の出番が回ってきましたが、 MLB 屈指のアストロズ打線相手にどんなピッチング見せてくれるのか楽しみだったんですけれども、悪夢のような初回でしたね。先頭のアルトゥーベを三振に切りましたが、ブラントリーの内野安打をきっかけにアウトが全く取れなくなり、タッカーのスリーランなどを含め6失点。マカッカンはスピードがせいぜい90マイル程度で打たせて取るタイプのピッチャーですが、初回は要所で甘いゾーンに行ったところをアストロズ打線が見逃してはくれませんでしたね。アストロズ打線の猛攻のきっかけとなったブラントリーの内野安打もマカッカンが打球を触っていなければシフトでアウトにできそうだっただけに、もったいない初回となってしまいました。マカッカンはこの後2回3回はどうにかゼロを並べましたが、4回にマルドナードにホームランを許し、4回8安打7失点でマウンドを降ります。一方のアストロズ先発ルイス・ガルシア、今季から本格的にローテーションに定着した選手ですが、この試合始まるまで防御率 2.86、 平均93マイルの速球にカッター、スライダー、チェンジアップ、カーブと多彩な球種を織り交ぜてくるなかなか厄介な相手で、マリナーズ打線も初回のこちらですね、こちらの初回のクロフォードがヒットを放った以外は1巡目ノーヒットですね。まあ、2回ご覧いただいても三振三振三振で、で3回もまあ三振三振、センターフライと、まあ、1巡目はルイス・ガルシア相手にほとんどタイミングが合わず、あっという間に7点差となりましたし、またガルシアの内容も良かったことから、今日はちょっと厳しそうな空気がこの時ありまして、マリナーズの勝利期待値は最も低いところで 2% とまでなっていました。そらまあこの点差を考えたら当然ですよね。しかし2巡目から流れが変わりました。4回先頭のクロフォードがまたもヒットで出塁すると、ここまで順調そのものだったガルシアのコントロールが乱れ始め、また球速も90マイル後半を出していた1巡目と比べて少し落ちるという変化が見られました。まあ、コントロールの乱れという意味ではクロフォード相手にフルカウントになってますし、ハニガー相手にも三振には切りましたが、こちらもフルカウント、でシーガーにはフォアボールで、こちらもまたフルカウントで歩かせるということになっていましたので、まあ、ちょっとですねコントロールが荒れていたと。でおそらくこの試合のターニングポイントとなったのがワンアウト1、2塁でタイ・フランスが放ったピッチャーゴロ。ガルシアが2塁へ投げて難なくゲッツーになると思いきや、送球が少しそれてオールセーフ。ワンアウト1、2塁無得点で終わるはずが、一転してワンアウト満塁。点差を縮める絶好のチャンスが巡ってくると、カル・ローリーが初球を右中間へ運び、これが走者一掃のタイムリー。一気に3点を返し、アストロズ楽勝ムードの流れをここで一旦断ち切りました。このまま4点差のまま試合を進めたいところで、マリナーズはマカッカンに代えてミドルトンを投入。ランナー2人出しながらも2アウトまでこぎつけ、ここゼロで抑えたらでかいなと思っていたら、そんな甘いことはなく、マルドナードにあっさりとタイムリーを打たれまして5点差に。2アウト、それも前の打席ホームランを打っているとはいえ、9番バッターに打たれての失点だっただけに、ここももったいない感じでしたね。この後もしも追い上げた時に最後この1点が響く展開もちょっと想像してしまいました。ミドルトンは一時期クローザーとして起用されていたこともありましたが、前回ロッキーズ戦でオープナーを務めた際は5失点、今日も追い上げた直後のマウンドで失点と、ここのところいまいちですね。
ただ今日のマリナーズ打線は何かが違う。先頭のロングがヒット、さらにクロフォードが今日3安打目を放って2アウト1、2塁とすると、打席にはチーム最年長野手のカイル・シーガー。ワンツーと追い込まれ、マルドナードはここのあたりですよね、ここのあたりの外角高めの速球を要求し三振を狙いに行きましたが、実際にボールが行ったのは真ん中低め。シーガーが捉えた打球はまさに弾丸ライナーという表現がふさわしいライトスタンドへのスリーランホームランとなりまして、これで2点差。追加点を許した表の守備を帳消しにするどころか、さらに点差を縮めまして、試合の行方は全くわからなくなりました。この一発で球場も一気に盛り上がりましたし、逆転できるぞという雰囲気が出てきた感じがしましたよね。ガルシアはこのホームランでノックアウト。1試合9奪三振やキャリアハイとなりましたが、6失点もキャリアワーストのようです。当初はロングリーフ要員のライアン・ウェバーを準備していましたが、シーガーのホームランで2点差となったことで慌ててエリック・スワンソンを準備させ、彼を6回から投入しました。昨年ブルペンに回ってから好投を続けている選手で、今季はまだイニング数こそ少ないですが、この試合始まった段階で防御率 0.55、 ブルペンの中でも信頼のおける選手の一人です。サービス監督はこのスワンソン投入から本気で今日の試合勝つための采配を下し始めましたが、この判断はお見事でしたし、またスワンソンもこれ以上にない働きでした。ここのところブルペンの負荷が大きくなっていて、今日は連投中のステッケンライダーやシャギはサドラーを使わずに、どうにか8回以降のグレイブマン、シーウォルドにつなげたいところで、スワンソンは6回7回と2イニングきっちりゼロを並べてくれました。スワンソンがここで2イニング食ってくれたのは、明日のブルペンにとっても大きかったんじゃないでしょうかね。その間に打線も6回の裏、またも2アウト2塁からロングにタイムリーが飛び出しまして、ついに1点差。アストロズはクローザーのライアン・プレスリーが連投中ということもあって、ブルペンの起用も普段通りとはいかないようでしたので、終盤マリナーズに十分逆転のチャンスはあるだろうとこの時感じていました。8回サービス采配が炸裂、なんとここでクローザーのグレイブマンを出してきました。7回裏の攻撃中にグレイブマンが準備しているのを見て、えっと思いましたが、8回表のアストロズの攻撃がこの日当たっている9番のマルドナードから上位に巡るところでしたので、一番怖いところにグレイブマンをぶつけるという判断だったようですね。この采配もピタリとはまりました。ブラントリーを歩かせましたが、アストロズ打線の中軸を抑えてくれまして、そして迎えたのがあの8回裏ですよ。アストロズはスタネックを投入、速球の平均球速が98マイルぐらいで、さらに空振りを奪えるスプリットもあるというなかなかタフな相手を前に、まず先頭のフランスが追い込まれながらも、こちらのゾーンのスプリットに食らいついてヒット。同点のランナーを出すと、ここからローリー・トレンズは抑えられ、2アウト2塁、バッターはケルニック。今日は3三振、マイナーから戻ってきてからもなかなか調子が上がらず、 MLB へのアジャストに苦しむ日々を送っていますが、もう祈るような気持ちで打席見ていました。どうにかスタネック相手なんで簡単ではないと思いますが、ここで彼に1本打たせてほしいと願って見ていたんですけれども、ケルニック苦手の変化球を3球連続で投げられましたが、落ち着いて見送りカウント3ボール。ここから98マイルの速球3つでカウントを戻されましたが、フルカウントからの低めのスライダー、このゾーンですね、まあさすがに低すぎたというのはあったんでしょうけれども、こちらのスライダーをきっちり見送りフォアボール。先日のアスレチックス戦でも似たようなことありましたが、こういう感じでフォアボール選べるのはいいですよね。これで 1,2 塁で、左バッターのロングのところでアストロズは左のブルックス・レイリーを投入。マリナーズはすかさず代打トム・マーフィー。今のマリナーズは控えの野手が2人しかおらず、もう1人のムーアは6回に代打で使っていましたので、これでベンチはすっからかん。この後 DH 解除しますが、9回や延長でチャンスでピッチャーのところに打順が回ってきても代打が出せない、本当の賭けに出ました。でこの打席のマーフィーも辛抱強かったですよね。初球2球目と簡単に追い込まれはしましたが、その後ボール球をきっちり見送りまして、マーフィーもフォアボール、これで満塁。そして打席には代打から途中出場、意外性の塊、何かをやってくれる子、ディラン・ムーア。フォアボールでもデッドボールでもとにかく何でもいいから、まずは追いつきたい、何か起こしてくれと思っていたら、やっぱりムーアはやってくれるんですよね。ワンワンからの3球目高めのカッターにドンピシャでタイミング合いまして、打球は実況のアーロン・ゴールド・スミスの絶叫とともにレフトスタンド最上段に消える逆転満塁ホームラン。やっぱりね、ムーアはなんかやってくれるんですよ。打率も1割台でセカンドのレギュラーとしては物足りないんですが、それでもなんかやってくれそうと言いますか、ブルージェイズ相手にタイブレイクでスリーラン打ったりとかもありましたし、どれだけ成績が悪くともムーアは嫌いになれない、憎めない選手ですね。打った瞬間にベンチを指さす彼も本当にかっこよかった。ありがとうムーア。
これで最大7点差を逆転し、ついにリードを奪ったマリナーズ。最終回はポール・シーウォルドを送り出し、アルバレス、コレア、タッカーとアストロズ打線の中軸を3人で抑えて試合終了。11対8、11得点は今季最多得点となりました。見事な大逆転勝利でこれで4連勝。アセチックスは今日試合がありませんでしたので、ゲーム差は1に縮まりました。いよいよワイルドカード圏内が手に届きそうなところまで来ました。トレードデッドラインまであと2試合ありますが、チームの今のパフォーマンスはフロントに対して補強を迫る内容、自分たちを信じてくれと言わんばかりにいい試合ができていますし、あとはフロントがどう動くか。狙っていたパイレーツのアダム・フレイジャーはパドレスに行ってしまいましたが、ロイヤルズのウィット・メリフィールド獲得に力を入れているなんて話も出ていますし、これから数日の間にチームの今の頑張りに見合う補強がもしかしたら来るかもしれません。来季からが本格的に勝負をかけるシーズンと考えますと、無理に高額なレンタル選手を取りに行く展開は考えにくいですが、それこそメリフィールドのようにあと数年間保有できる選手の獲得はちょっと見たいですよね。オフシーズンにやるはずだった補強を半年早くやる感じで、今のチームに必要なピースを揃えてもらえたらと思います。まだシーズンも60試合程度残っており、これからどうなるかはもちろん分かりませんが、今のマリナーズの試合はおそらく2018年の前半戦ぶりに見ていて楽しく、かつ熱くなる試合をやってくれていますので、この勢いそのままに駆け抜けてほしいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。